はい、ようこそいらっしゃいました久川です。ということで今回もラジコミニ四駆を作るとボリューム2ですね、やっていこうと思います。ということで動画開始です。はい、で日本語音声なんですけれども、まあ、前回はですね、まあ、英語音声と同じようにこうデザインしたシャーシを印刷して、まあ、組み立ててというようなことをやってました。どうですかね、皆さん気に入ってくれたかわからないですけれども、このミニ四駆右と左で別々の動力伝達システムを持っていてですね、それぞれの回転数を変えることで右に左に曲がれて、まあ、スピニングターンなんかも本当はできるんだよっていう風な、そんな形に作っていきました。で今回ですね、何やるかっていうと、この電装系というか電子系のパーツをですね、うまくつないでいってあげるというようなことをしていこうと思います。でこれが回路の設計図なんですけれども、まあ、見てもらったら分かるように、こうマイクロコンピューター、マイコンですね、マイコンがあります。でマイコンをミニ四駆に積んで制御してあげると。でモーターの制御には直接じゃなくてですね、モータードライバーっていうのをかましてやろうというようなことでですね、やってますということです。はい、で、まあ、モータードライバー使うと簡単にモーターを制御できるというようなことがあるので、まあ、ここではそういう採用しているということです。あとはまあセンサーなんかも、これは赤外線のセンサーですけれども、その壁との衝突とか距離を検知して衝突を防ぐみたいなシステムを作るための、まあそういったセンサーということでここで用意しています。でこれらを駆動するのは一応まあ有線だとかっこ悪いので無線にしたいんですけども、やっぱりこのバッテリーということでですね、まあミニ四駆のまあ何て言うんですか、一般的な単三電池を使ってやってやろうというふうに思ってます。今設計図上2つなんですけども、これ後々まずいことが分かっちゃうんですけども、おいおいな動画を見ていく中でお見せできればいいかなと思ってます。ということで最初にこのマイコンの映像をお見せしてるんですけれども、動画ではですね、ハンダ付けを開始しています。で、マイクロコンピューターっていうのはですね、まあ、ここではラジコンミニ四駆の要となるパーツになってまして、このパーツ、なんていうんですかね、そのシグナルを外から受け取ったりとか、そういうことにも使えます。で、ここで採用するのはですね、スピードスタジオシャオ ESP32C3 という非常に長い名前のマイコンなんですけれども、まあ、スピードの E はですね、別にこのタイプじゃありませんよみたいなことを英語でしゃべったんですけども、今回なかなかですね、後から見返すと間延びした動画になっちゃってるんですけども、このマイコンでですね、まあ、非常に小さいマイコンなので、なんていうんですか、シグナルの生成とか、あとは何でしょう、まあ、シグナルを受けるとか、そういうところまでやっていこうというふうになってます。ちなみにこのマイコンは多分1000円ちょっとで買えると思います。送料どれぐらいだったか、まあ、安いものです。右上に L 値化っていうか LED を制御している、まあ、そんな動画を出してますけれども、まあミニ四駆の中ではこんな場所に置いてありますよという画像もお見せしています。はい、でこんな感じで、まあ、非常に便利なマイコンなんですけれども、これだけだとですね、やっぱりミニ四駆なかなか完成しませんということですね。実際どういう作業が必要になるかっていうと、今できた赤いボードがですね、モータードライバーっていうそういう基盤になってます。でミニ四駆の中では、まあ、後ろの方に搭載してるんですけれども、これっていうのがですね、その普通マイコンに直接モーターをつなぐってことはあまりしなくて、なんでかっていうと、そのシグナルを出すマイコンのボードっていうかピンですか、ピンってそんなにパワーないんですよね。なのでこのモータードライバーっていうところに一旦信号を送ってですね、このモータードライバーで信号を増幅して、そこにつないだモーターをまあコントロールするみたいな、そんなことをやろうというふうなことになってます。はい、ということで、まあ、ピンヘッダーをですね、こう一つずつハンダ付けしてるんですが、さっきも一緒なんですけども、最初こういう状態でですね、送られてきてですね、付けなきゃならないんですけど、あんまり長いことやってるところ壊れちゃうんですね。なので、まあ、できるだけ短い時間でポンポンポンと付けられるようにするといいかなと思います。ということで、まあ、日本語だから気楽に喋れるかなと思ったんですけども、英語で喋ったことを聞きながらやってるわけじゃないので、何喋っていいかよく分かんなくなってきましたね。まあ気楽なのは気楽なんですけどね。ということで、今ハンダ付けのですね、ちょっと甘いところを後から直すっていうちょっとせこい技をやってるんですけども、はい、そろそろ終わりますかね。なかなかこれがまあ大変だったんですけれども、はい、まあいろいろと回転させて角度変えてみたりしてですね、まあここまだまずいなっていうところをもうちょっと直してると、そんな感じだと思います。さあこんな感じでですね、まあぼちぼちハンダ付けも終わると思うんですけども、この一つ一つのピンがですね、しっかりくっつくっていうことはもちろん大事なんですが、もう一個気にしなきゃならないのはこのサイズですね。まあ、いくらこのボードが小さいからといってもですね、ミニ四駆のボディっていうのはもっと小さいので、こんな感じで2つ並べた時にピンヘッダーの高さがですね、ちょっと高いものをですね、切り詰めて下げています。で下げることでなんとかスピンコブラというかミニ四駆のですね、ボディの中になんとか入るように、うまく調整していると、そんな感じになってます。
でですね、このモータードライバーとマイクロコンピューターをつないでモーターの制御実験っていうのをやってるところです。でここではですね、回路が2系統あって、モーターにつながるモータードライバーにはですね、バッテリーからの電源供給と、マイコンには、なんて言うんでしょう、僕のパソコン、まあ、なんていうんですか、ノートパソコンからタイプ C で供給している、こう2系統が存在して、ちょっとグランドがずれてるんじゃないかっていうふうに、まあ、思われても仕方ないんですが、まあ、一応これ、テストの、なんて言うんですかね、まあ、実験なので、そこは目をつむってほしいなっていうふうに思ってます。で、見てもらったらちょっと分かりづらいかもしれないんですけども、モーターがですね、時計回りの回転と反時計回りの回転を一定間隔で繰り返すと、そういうような、プログラムを C 言語で書いてですね、それを実装してちゃんと動くよねということを確認しています。まあ、これがですね、ミニ四駆の方でも実装できれば、もちろん、その、右に左に曲がるということはできるということですね。はい。こんな簡単な DC モーターでも、制御することができるということで、まあ、モータードライバーの威力を見てもらえたんじゃないかと思います。でこの動画では壁との距離をですね測るためのセンサーのテストをしています。まあ、私の手とこのセンサーがですね自分との距離を感じてですね LED をつけているということです。もともとデジタルの回路で01で出力する、今近くにあるないしか判定できなかったんですが、ちょっと回路を改造してですねアナログ的に連続的に検知できるようにしています。そして今度何始めたかっていうと、バッテリーさっき2個でやったんですけれども、どうもですね、テストすると足りないだろうと、パワー足りないよねっていうことが分かったので、3つ目のバッテリーをつなぐためのケースをですね、まあ、急遽設計しているっていうふうになります。これはバッテリーのボルテージの問題ではないんですね。3ボルトを作ってたんですが、それは DC-DC コンバータで5ボルトに昇圧してるんですけれども、それでも足りないと。結局何が原因かっていうと、アルカリ電池の電気容量が足りないっていうことなんですね。なので電気容量が足りないので、まあ、3つ目を足すのが一番シンプルだろうなと思ってこんな感じにしてます。で3つ目のケースをですね、まあ、順調に製作しているところなんですけども、これリチウムイオンバッテリーとかのですね単三電池サイズを使えば多分なんとかなるんですよね。なので、まあ、ちょっと回路の形をですね今左に出てきたやつをですねこんな感じに改造してますということで、今赤い丸があると思うんですけども、そこをスイッチで切り替えられるようにして3本のアルカリ電池を直列につなぐか、もしくは2本のバッテリーをイオンバッテリーを直接つなぐ、直列でつなぐかっていうのをスイッチで切り替えられるように、設計をし直しました。まあ、後ろについているこのケース、そこそこかっこいいんじゃないかなと思いながらですね、まあ、これで次のフェーズに進んでいこうというふうに思ってます。まあ、ちょっと縦には長くなっちゃいますけどね。ということで、ここからはですね、アセンブリングというか、これまでのパーツを全部組み直しましょうという、そういうフェーズに入っていこうと思います。まあ、最初から全部見せてると何時間あっても足りないので、ここでは、なんだ、10倍速ぐらいですか、10倍速ぐらいでお見せしています。センサーを組み込んだボードに、シャーシですか、シャーシにですね、モーターを取り付けて、ギアを取り付けてっていうことを順番にやってます。バッテリーケースと、まあ、この下のセンサー、そしてタイヤを今くっつけて、一旦ボディをはめてみました。で、これでバランスを見た後ですね、今度はマイコンとモータードライバーを乗せてですね、一つずつ部品を組み上げていくんですが、まあ、なかなかやっぱり必要なケーブルの数とかは後々ですね、これでいいのかななんていうふうなことをやるので、まあ、この状態でもハンダ付けをガンガンやってるのが見てわかるかと思います。であとですね、まあ、僕のダメなところなんですけども、これワイヤーストリッパー使った方がいいんですけども、ハサミで向くというケーブルをですけども、そんなことをやってます。で、最後これ、マイコンとですね、それぞれのシグナルの線を接続したりとか、まあ、電源の線もありますけど、やってます。で、これ、後からプログラムでですね、どのピンに何を使うかっていうのを割り当てられるので、あんまり気にしなくてもいいんですけど、ただですね、アナログ信号ですね、アナログ信号、その距離をセンサーで読むっていうことですけども、それを、まあ、感じることができるピンっていうのが決まってるので、そこだけ外さないようにしましょうということです。はい、一旦組み上げてみてですね、まあこんな感じになりましたというのをお見せしているんですけども、どうですかね、見てくださっている方が気に入ってくれることをまあ願ってますけど、僕的にはまあまあまとまりよくできたんじゃないかなと思います。で次は LED のシステムを組んでるんですけども、実はここで LED の電源系統っていうのをですね分けることにしています。で3つのコインバッテリーというか、まあ、ボタン電池ですね、ボタン電池を直列接続にしてですね、この、まあ、ギアというか間に入れてそれを使います。で今LED のピンを飛ばしているところですけれども、ピンというか先端を飛ばしてですね、これヘッドライトの後ろからくっつけるようにしています。でそのためにまあ、直列につなぐ抵抗をですねこのボードに取り付けています。これ多分220オームだったと思うんですけれども、LED を並列接続するときにそれぞれの抵抗値が違うので、電流が過剰に流れないようにですね200オームぐらいの抵抗を挟んでおくのがいいかなと思います。
で、あのボディに実際に固定するときはですね、この UV レジン、いわゆる紫外線で固まるレジンを使ってやります。これあの紫外線でですね、60秒から90秒ぐらいこのブルー、なんていうんですかね、ブラックライトを照射してあげると固まるということで、まあ問題なくこう電源を接続すると、まあ、光るということですね。ちなみに赤と白のヘッドライトにしてみました。まあうまく動いてますね。で、あのこれ実際暗闇で光らせると結構かっこよくてですね、あんな感じ。あとはバンパーの下に4つの LED を入れておきました。これは色は青と緑と、そんな感じでですね、まああのやってます。はい。で、本当はですね、マイコンからこの LED をなんていうか制御してですね、まあ、ヘッドライトをつけたり消したりとか、それ以外のあのライトをつけたり消したりということをできるようにしようかと思ったんですけども、ちょっと手元にですね NPN のトランジスタがあまりなくて、これも直接マイコンのなんていうんですかね、その端子繋いじゃうともったいないので、あのなんていうんですか、トランジスタ使うのがいいんですけども、ちょっとそのトランジスタの数が手元になかったので、まああのもっと安定する回路にはなるのでいいかなと思ってですね、今回はこんな感じしました。ということでですね、まあ、今回ちょっと短いんですけれども、締めに入ろうかと思います。全体のまとまりとしてはこんな感じまでいきましたね。あの一応プログラムさえ書けばあとは動くはずなんですけれども、続きでですね、次のビデオで多分最後になると思います。で、今ちょっと見せているのはあの次のコントロール用の制御用のソフトウェアを書こうとしているところですね。あと、今度はですね、塗装のフェーズです。こういう風にですね、塗装して、まあなんとか綺麗、できるだけかっこいいようなあのボディパターンができるようにですね、いろいろと工夫してますので、次でお見せしようと思ってます。というところで、今回のビデオはですね、ここでおしまいにしたいと思います。それではまた。